おはようございます。今週も人間をやります。今日のワンピースの情報量がえぐくてもうめちゃくちゃ面白かったんですけど、なんと1ヶ月休載ということで、僕の楽しみが1ヶ月なくなっちゃいました。まあでも小田先生がね、卵子の手術ということなんで、体最優先にした方がいいと思うんで、休載明けのワンピースがほんまに楽しみですね。今から先週行けんかったカラオケに行きたいと思います。ここでランチにします。まさかのおかず一品無料でした。これはナスビと小松菜ですかね。お作り定食です。うまそう。というわけでカラオケ行ってきます。てか雨降ってきてもうた。傘持ってきてないのに。ちょ、今エアコンつけたんですけどめっちゃ臭い。酢の匂いがする。うわ、くっせえ。なんや。部屋移動させてもらいました。何歌おっかな。梅田やったら1時間680円なんですけど、ここやったらフリータイムで720円だったんで、フリータイムにしておきました。だからとりあえず序盤は喉に優しい曲を歌ってます。ここ数日冷房つけて寝てるんですけど、朝起きた時の喉の乾燥がすごい。エアコンの位置的に風が直接当たるんで、多分ホコリとかも吸っちゃってると思うんですよね。で今日も朝起きた時から喉の乾燥がすごいんで、一回掃除した方がいいかもしれないですね。うわぁ、新玉の季節終わってもうたか。いやもう外の湿度が半端ないですね。家の中は冷房つけてるから全然なんですけど、スーパーから外出た時とかのモワッと感がすごいんですよ。ちょっとお腹空いてたんでおやつにおはぎ買いました。急に眠たくなってめちゃくちゃ寝てました。小松菜を30分出汁に浸しておひたしにします。 DMMA 会は申し込んだのにまだ心の準備ができてなくてレッスン予約できてないです。晩ご飯は昨日作ったカレーと小松菜のおひたしです。今日昼に食べたナスビのおひたしがあまりにもうますぎて作ったんですけど、でこの小松菜もめちゃくちゃうまいです。ナスビでも作ろう。おはようございます。今日は歯医者なんで起きました。今から歯医者行ってその後パスポート受け取りに行きたいと思います。歯医者終わりました。これからパスポートセンターがある谷町4丁目に移動してまず昼ご飯食べます。谷町4丁目は良さそうな店がいっぱいありますね。今日のランチはここにしたいと思います。エビフライとハンバーグ。パスポート受け取ってきます。受け取りだけだったんで速攻で終わりました。で今回は10年パスポートです。早速赤富士のパスポートケースつけました。いい感じ。暑かった。外があまりにも暑くてもう歩けないですね。ちょっと眠たいんで昼寝します。
あーめっちゃ寝てた。昼寝気持ちよすぎる。ナスのおひたし作っていきます。完成しました。これでかいんで小さく切りたいですね。こういうのはタッパーに入れて保存しておくことにしました。はい、ご飯完成しました。久しぶりの納豆ご飯とナスのおひたしと、あとは冷しゃぶと卵白スープです。こういう作り置きのおかずがあると毎日ご飯作るのも楽になりそうなんで、徐々に種類を増やしていこうかなと思います。仕上げレッタッキュース。まっ、お店のやつと味一緒かも。うわ、ポケモンの世界大会の観戦チケットのメール来てないから落選してるわ。当選してる人かなり少ないっぽいな。こんな競争率高かったんだ。昼ご飯です。あと素焼きミックスナッツも食べます。昨日久しぶりに納豆ご飯食べたんですけど、全然美味しいと思えなかったです。玄米と納豆の組み合わせがコーヒーの味するんですよね。なんかめっちゃ苦くて、あんなに毎日食べてたのになんでや。でもそのまま食べたらうまい。ナスのおひたしでこれ米いけるぞ。今日は眼科に目薬もらいに行きたいと思ってるんですけど、めっちゃ雨降ってきました。外の気温が27度とかになってるんで、冷房の温度26度でも効くようになりましたね。あとはホコリ取り除いとくか。小雨が降ってますね。腹減った。米が炊けるの待ちます。えぐえぐえぐ、水めっちゃ入ってもうた。晩ご飯はチャーハンと白菜の味噌汁です。味付けが完璧すぎる。だるい、椅子についた。椅子にかかってもうたライムが、まあ、ライムやからまだいいけど。これからポケモンの実況やりたいと思います。てかパソコンの充電がなぜかできてなくて、ずっと充電してるはずやのに 56% になってるんですよね。供給が追いついてないぞ。オッケー、お水じゃない、まあ、火炎玉やんな。トリックルーム、おいトリックルームの張り合いかよ。実況終わりました。いやー楽しかった。今日は仲間大会っていうのに参加してて、仲間大会っていうのは実況者の人が開いてくれる大会のことなんですけど、今日は367人中18位だったんで、まあ、結構いい方でしたね。やっぱ勝てると楽しいですね。おはようございます。今日こそやるべきことをやりたい。まだ雨は降ってないけど降りそう。昼ご飯です。ナスめちゃくちゃ染み込んでるわ。思ったほど汚くはないけどな。これあんまり取れへんわ。洗濯機の乾燥フィルターの方が余裕でホコリついてますね。めちゃくちゃ汚いっていうほどではないな。エアコン内部の清掃は自分でやらない方がいいと思うんで、フィルターと風が出るとこだけ掃除しておきました。あとはここのホコリ取るか。
取れんのかなこれ。なんかあんまり意味なさそう。これはいらんわ。冷蔵庫の下が意外とあんまり汚れへんねんな。ドア閉めようと思ったらドアノブ抜けてんけど、これ最初からこんな感じでグラグラやったんですよ。引っ張ったらこう抜けるっていう。今部屋全体のいらんもん捨てたり整理してます。こういう粉系ケースに入れよっかな。これそのまま置いちゃうとこういう風に倒れたりとかしてごちゃごちゃになるんですよね。お米びつもう一個買おうかな。はい、まいよ。なんやかんやいろいろ整理してたんですけど終わりました。クローゼットはこんな感じ。だいぶすっきりしましたね。ほんで旅の荷物を適当に集めました。これが全部ではないんですけど、あとパソコンとアウターと化粧品類ですかね。てかリングライト買おうかな。部屋の明かりが逆光すぎてめちゃくちゃ顔が暗くなるんですよね。テラスタル水流レンダー行くか。じゃあ今実況終わったね。なんとこれからご飯を作ります。あっちげんめやっと晩ご飯です。チキンステーキとナスのおひたし。今日の昼ご飯で血糖値安定しまくってたおかげで全然お腹空かなかったですね。昼ご飯食べてからほんまに何も食べてないからな。実況するとほんまに生活が乱れちゃうんですよね。1時間でやめるしかないか。やり始めたらついついやっちゃうんでね。おはようございます。なんと今日から5日連続で晴れです。しかも最高気温32度の日もあるんで、もう完全に夏ですね。ああ、昼ご飯食べたいけど、今材料的にチャーハンしか作られへん。夜ご飯はいろいろなんか作ろうかなと思ってるんですけど、もう昼ご飯は固定でいいかなと思ってます。今から米炊くと時間かかるからな。昼ご飯固定するなら肉とか買いだめしておきたいんですよ。でもそうなるとやっぱ電子レンジいるかもなって最近すごい思うんですよね。例えば毎日冷しゃぶ食べるってなったら肉買いだめしておきたいじゃないですか。でも冷凍しないと腐るんで、ってなると解凍するのに電子レンジいるし、でも冷しゃぶって凍ったまま湯通ししてもいけんのか。あとは米も冷凍できるのがでかいんですよね。夜にご飯炊くときに多めに炊いといたら冷凍ご飯も作れるわけじゃないですか。いやー料理は格段に楽になるか。晴れてるしとりあえず外出るか。公園に行くかは分かんないんですけど虫よけやっときます。ぼちぼち晴れてます。サラダチキンとナッツで軽く昼ご飯取ります。蚊がこの辺ずっとうろうろしてるんですけど全く体に止まってこうへん。虫除けめっちゃ効果あるな。晴れ予報やったけど結局めっちゃ曇ってんな。はい、帰ってきました。てか今週マジで憂鬱で、正直動画も全然撮ってないんですよね。まあ理由は英会話なんですけど、ほんまにレッスン受けるのが恐怖でしかなくて、もうストレス感じてるレベルなんですよ。もう例えるなら会社行く前の胃が痛い感じですよ。僕は正社員で働いてた時のレッスン受けずにポケモンばっかやって、もう俺はなんてダメ人間なんだっていう、もうそういう気持ちですよ。いやほんまになんかできひん理由ばっかり探しちゃってて、これほんまに良くないなって思いますね。でも決めました。もう今日レッスン
向けてみます。もう考えちゃって無駄やん。でも一回絶望します。僕ほんまに英語全く聞き取れないんで、もう空気が地獄になる気しかしないんですよ。でもやってから考えよう、どうするかは。さあ、どの人と喋ろうかな。ネイティブも結構多いんですよね。日本人も結構いるんですけど、もう日本人は絶対指名しないです。日本語使える時点でなんか意味ない気がするんで。フリートークだけやと思ってたけど教材とかあんねや。じゃあ旅行と文化行ってみるか。8時からのレッスン予約しました。でこんな感じでゲーム実況で使ってるカメラとマイクも使えますね。旅行と文化っていうレッスン選んだんですけど、初めてなんでやっぱり会話っていうレッスン教材に変更しておきました。内容を見たら最初の方はほんまに中学1年レベルですね。まあそれは中高大って英語の文法とかをやってるけど、僕ほんまに英語を聞くっていうことになるとマジで中1レベルでも結構不安なんですよね。ほんまにこのレッスンの最初ナイスチューミーチューとかハワイユーから始まってるんで、ガチ初心者って感じです。レッスン前にナスのおひたしだけ作っておきます。ああ、しまった。水にさらすっていうのやってないわ。まあ、いっか。完成しました。あとは小松菜と薄揚げでも作りたいんで、レッスンが終わったら作ります。緊張する。というわけで今からレッスン受けてきます。My name is Atsushi. I'm good. PQRYZ.はい、初レッスン終わりました。いや、めっちゃ緊張したんですけど、ほんまに初心者レベルのやつやったんで、さすがに簡単でしたね。ただこれも結局目の前の文章を読んでるから簡単って思うだけで、多分目の前に文章なかったらあんまできないんですよね。あと1レッスン25分しかないんで、これもう簡単なところから全部やるっていうよりは、自分のレベル見極めてそっからやっていくのが良さそう。小松菜のおひたしも作りました。ほんであとはカレー作ります。なんか一年疲れがドッときた感じがある。蓋が閉まらんほどに作っちゃったんで、これ先に蓋が閉まるぐらいまで食べたいと思います。これはめっちゃ明日以降もっとうまくなるやつですね。カレー完成しました。やっとご飯や。おはようございます。昨日ドッと疲れ感じたから爆睡してました。やばい、久しぶりに快晴や。凍ったまんま入れたら結構悲惨なことなってんけど、全部くっついちゃってるって。ほぐしたらいけるか。昼ご飯です。今日の冷しゃぶ豚ロースじゃなくてももなんですけど、正直違いわからんわ。今日はめっちゃ天気いいんで、外出てあっちって言って夏感じてきます。てか先週までやと26度やと全然冷房効かなかったんですけど、もう外の気温が30度とかなんで、風出まくっててもうむしろ寒いぐらいになってますね。こんなに晴れたん久しぶりな気がする。やっぱり晴れが最高や。あっつー、この感じは完全に夏や。まだ影に入るとだいぶ涼しいですね。ああ、水がバカうめえ。ああ、涼しい。目薬なくなったんで眼科行こうかなと思ったんですけど、近くの眼科休みなんですよね。ちょい歩くけど空いてるとこ行くか。眼科行ったんですけど、マスク持って行ってなくて入れなかったんで、トンボ返りしてきました。ゴールデンウィーク明けぐらいから目の乾きが半端なくて、もうドライアイ用の目薬が全然効いてないんですよね。だからここ最近目薬めちゃくちゃさしてて、あっという間になくなってしまったっていう。ディスプレイ見すぎなんで、ホットアイマスクして目を休めます。目を休めてたらそのまま寝てました。回復。今日も晩ご飯は昨日と同じやつです。
歯磨いたんで、あとは風呂入って寝ます。で、昨日初めて英会話のレッスン受けたわけなんですけど、まあ、ひとまずね、旅に行っても困らんぐらいには勉強したいところですね。僕はそもそもそんなに人と喋りたいタイプではないんで、だって僕は日本でも日本語が通じる人ですら自分から話しかけないわけなんで、だからいろんな人と交流したいとかっていうよりは旅で困らんようになりたいなっていう感じなんですよね。まあ、言うてそれって結局会話できるレベルじゃないとダメなんですけど、まあ、あとはやっぱり海外やと結構話しかけられることもあるんで、そういう時に反応できるようになりたいっていうのもあるんですよね。まあ、そういう感じでいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。